悲劇とは古代ギリシアに成立し、ルネサンス以降のヨーロッパにおいて継承、発展した演劇形式である。またその演劇の脚本、戯曲のことも悲劇という場合がある。多くは主人公となる人物の行為が破滅的結果に帰着する筋を持つ。展示で動詞の筋を持つ他地域の演劇や現実の出来事を指しても用いられる。なお、 稀に悲劇のうちには、機械仕掛けの神によって事件が解決される筋を持つものもある。悲劇には、単なるハッピーエンドに終わらない劇という以外、悲劇の厳密な定義はない。また同じ劇曲、演劇でも、時代、社会状況や、読む者、演じるもの、見るものの主観によって、それが悲劇となるかそうではなくなるかが大きく異なってくる。 19世紀ロシアの劇作家テーホフは自身の儀曲桜の園を喜劇であると言った。同儀曲は凡庸な貴族が土地を失っていく様が筋の中心となっている。それを演出した同時代の演出家スタニスラフスキーは近代化の波に飲まれていく旧来の人間の姿を同儀曲中に見出し悲劇として扱った。そして近代演劇史上に残る成果を残した。 現在のヨーロッパ諸言語で悲劇を指す語は古代ギリシア語において悲劇を指す語トラゴイディアから発展したものであるトラゴイディアの原理はヤギの歌であるがなぜこの劇形式がそのように呼ばれるかについては諸説あるその説の一つとしては劇の背景や状況などを歌い上げる合唱隊コロスが牧羊神の衣装を着ていたからというものがある この説は有力なものとされているが、研究者間で意見の一致を見ているわけではない。古代ギリシアにおいて、悲劇は三部作からなり、神デ利ニュソスへの捧げ物とされた。マイハルの大ディオニュ入ア世においては、悲劇の共演が行われ、演劇の宣伝と発展を促した。キリスト教が起こるとともに、悲劇は廃れたが、後ルネサンス期の古典回帰以降、再び注目され、 フランス新古典主義ではアリストテレスの私学を転居とする新古典主義的演劇が数多く上演された。悲劇の誕生の記事を参照のこと。スポーツなどである国やチームが悲願達成をあと一歩のところで逃した時やあまりにひどい負け方をした時にその出来事を開催地の名を取っての悲劇と名付けることがある。特にサッカーの国際大会でこのような表現がされる。 ことがある。ドーハの悲劇、パリの悲劇また、期待が大きく裏切られたり、順調に進んでいた中で、突然大失敗や、不慮の災害に見舞われたりすることを、悲劇的ということがある。悲劇的結末、単に大きな事故や災害、その他悲惨な事態を呼ぶこともある。ヒルズボロの悲劇、ヘイゼルの悲劇、コスボの悲劇、ダンピールの悲劇。ありがとうございます。